自陣へと押し寄せる敵は運下がごとく、しかして味方はごくわずか。陸郷の才を確かめるには十分な状況であろう。ふん、これはなかなかに悪くない。押村区はアサシンのクラスであることか。非武ならざる全き戦場ならば、我が陸郷大将をご老じろともの賜えたのだが。確かにな、アサシンのクラスの優位性は本来聖杯戦争の形式でこそ発揮されるものだ。気配遮断スキルの遺憾を問わず。だがアサシン、あなたであれば話は異なるだろう。大軍であろうと打ち倒せる戦闘技術と経験を有している。本来の役目である石膏とは異なるが、どうだろう、ローマ領域に侵入した外敵排除のために赴いてはもらえないか。無論そのつもりよ。やれ石膏ばかりというのにも飽いた頃合いだからな。いささかばかり本気を出して、わしもまた皇帝の萩尾、その礎となるとしようか。なんと魔剣士殿がとうとうその拳を振るうか。おお、世のセラフ統一のために、なんとめでたき日であろう。世は嬉しい。凱旋の暁にはローマを挙げての祝いとしよう。魔剣士殿、敵のことごとくを打ち倒し、そして無事に我が元へ戻るがよいぞ。鍛錬でもしておったか。見事な会長音ではあったが。歌ってたのよ。会長音って何よ。歌でみんなに力を与えてたの。ともかくその声には敵勢が調子づく。止めるが構わんな。そう、芸術を理解できないカボチャってわけ。そういうことならこっちで型をつけてあげる。みんな、あとは任せたわ。あたしはドリンク飲みに帰るわね。逃げたな。まずはここを掃除しておくか。凶悪として勝るは我が八極だったな。さて、何やら得意なエクストラクラスかと思いきや、よもやのランサーであったか。槍の一辺も目にした記憶もないが。見てたでしょ、これよこれ、麗しの竜骨装。正真正銘のドラゴンランスが見えないわけ。わしに言えることではないが言っておこう。昼から泥酔は良くないな。それが槍に見えるようでは脳髄まで昇降手に変わっているぞ。え、なんであっさり全否定しちゃうの。本当の本当に竜の槍なのよ。たとえ槍を模した形であろうが、そのように扱わずにいるならば名も変わろう。故に貴様が持つのは槍ではない、マイクロフォンというのが正しい。まあ音でつくという達人がいるやもしれんが、それはそれとしてだ。そうね、確かに私は主にマイクとして扱ってるし、やっぱり槍じゃないのかも。でも待って、そんなこと言ったら私って何なの。私はランサーとしてセラフにいるんだから、槍が槍じゃなくなっちゃったら一体私はどうなっちゃうの。わからん小娘だな。ああいや、年若い者は総じて未熟ではあるのだし、分からぬのは無理からぬか。特別に教えてやろう。貴様は決してランサーではない。
自分自身でさんざ叫んでいたであろうが、貴様は私は爆音もたらす会長よ。ならば以後はランサーではなくバードと名乗れ。バード、いやだ、それってすごく素敵じゃない。ちょっとだけ悪くないかも。いいかも。ではこの領域より得され。何の舞台であったのかわしには分からぬが、ここは皇帝の支配する領域なれば、次に何やら催す折には事前に皇帝の許しを得よう。二度は言わぬ。ではさらばだ小娘。はい、次はちゃんと申請してからやるわ。じゃあまたね、再戦。